はい、知床です。バッドノーズをね、やっていきたいと思います。そろそろ終盤にかかってきてね、結構きつい状況ですね。いやー、敵が強くて勝てねえ、勝てねえ。ギリギリの戦いをしてね、勝てねえことはないか。ギリギリですね。いつうちに しても おかしくないぐらいね、ボコボコに攻められてきてますね。ちょっとね、どうしたもんか悩んでますね。フルメンバーで行くようにした方がいいか。ちょっとね、難しいっすよ。こう行ってみるか。さっきこの前やったけど、結構きつかったですからね。なんか無理に2組で進めてましたけど、ちょっと限界をね、感じつつあったんでね、こんな感じで行ってみる、もう。マックス編成で。マックス編成で行って、ひたすらこいつらだけを強化していく作戦にしようかな。ちょっとね、さすがに、きつい、きつかった。きつかったね。盾でしょ？この盾か。あ、間違えた。弓と。お、反対側からも来たな。反対側は弓か。こんな感じかな。弓効果的じゃないから一緒に連れていくか。あ、後ろ。早い、いいね、いいね。次は？また弓か。弓か、弓か。弓2枚並べるかな。ん？ああ、やってるね。よしよし。盾も2枚並べるか。あ、違った。危ねえ。この後ろらへんかな。やべ、めっちゃやられてんじゃん。これも弓ね。入ってるか、これ。間に合ってない気がするな、これ。あぶねえ。OK。OK。また、あ、やべやべ、槍がまだ終わってねえや。こっちかな。弓。盾。あー、盾2枚か、やばいね。あ、まだ終わってなかった。走れ、間に合え。オッケー、間に合ったね。あぶね、あぶね。次は人数一番少なくなったね。盾をメインに潰したいから、こんな感じか。脇挟む感じがいいのかな、これ。どうやろう、どうやろう。 OK。 槍まず生かすでしょ。 OK。
で、弓も生かすと。いやー、これほんと鍛えてるキャラでギリだな。これ今のうちにほじいっとくか。これ、ことだりいるっしょ。裏来られるか。裏来られるか。こっちの方がいいかな。次は何が来てる？盾ね、オッケー。盾はこいつらの方がいいね。あ、また来てるね、盾。これ何？あ、盾だ。盾めっちゃ多い。盾めっちゃ多い。一個ずつ潰していく時間あるかな。うわ、来てる来てる。ずつやってる時間あるかね。弓こっちだな。この辺に上陸するのか。これはもう弓の面奏者が役に立つ時が来るかもしれないですね。オッケー、この辺に待っとこう。どの辺に来る？この辺？あー、間に合わない。OK。 あぶね、火かけられたけどどうにかなりましたね。次くんのがなんだ？弓？弓だね。こっちも弓だね。弓はこいつら一人でいいや。こっちは盾ね。盾の部隊はこいつらだけで対処できるか。こうだね。あ、入ってくるとこ間違ってる。どうだろう、ちょっぴりずれてる気がするな。何出しちゃった。おお、ギリギリの戦局だ。オッケーオッケー。次があれ、何部隊？弓部隊。いいね、こんな感じか。 OK、 入ってきたかな敵。OK。 全然やれてない。やるよ。 OK。 おー、ギリギリだ。あー、危ねー、これ超きついな。誰を鍛える？槍を鍛えるか。そう、槍の突進を増やすか。はい。じゃあね、今回はね、この辺で終わろうと思います。ありがとうございました。